3分でわかるアベンジャーズ。アメリカを代表する文化の一つ、アメリカンコミックス、通称アメコミ。アメコミから生まれた数々のスーパーヒーローたちは、日本はもちろん世界中で大人気。そんなスーパーヒーローたちが一堂に会した夢のハリウッドムービー、それがマーベルのアベンジャーズ。それでは早速、アベンジャーズに登場するスーパーヒーローたちをご紹介しよう。音速で飛行する世界最高の戦闘兵器、アイアンマン。億万長者の起業家トニー・スタークは発明の才能を生かし、自らが作り上げたアーマーを装着、平和を守るためハイテクウェポンと化す。派手好きで憎めない頼れるセレブヒーロー。ヒーローといえばやっぱり彼、キャプテンアメリカ。時は第二次世界大戦の最中、スーパーソルジャー計画に志願し、見事超人的な肉体を得たスティーブはキャプテンアメリカの名にふさわしい国民的ヒーローとなった。激しい戦いの末、行方不明となるが、70年の時を経て現代に復活。自由と正義を愛する最強のリーダー。無敵のハンマー、ムジョロニアを操る不死身の雷神、マイティー・ソー。ソーは神々の国アスガルドの高潔な戦士。しかし弟であるロキの陰謀によりパワーを奪われ、地球へと追放の身に。一人の人間として無力さを味わうソーだったが、真の正義の心を得てパワーが復活。ハンマーを手にした雷神ソーはまさに無敵。パワーパワーパワー、圧倒的パワー。彼こそが超人ハルク。ブルース・バナーは研究の事故により特異体質に変貌。バナーの怒りが限界を超えると緑色の巨人ハルクに大変身。その凄まじいパワーは簡単には抑えられず、大暴走することも。怒ったハルクは誰にも止められない。そして俊敏なる女スパイ、ブラックウィドウ。クールなスナイパー、ホークアイも忘れちゃいけない。そんなスーパーヒーローたちが国際平和維持組織シールド、長官ニックの号令でアッセンブル。アベンジャーズの見どころはスーパーヒーローたちの豪快な連携プレー。ヒーローのドリームチームが見せるまさに夢の共演。もちろんパチンコアベンジャーズでもアッセンブル。さまざまなタイミングでヒーローが集結するほど期待度もアップ。さらにアッセンブルアタックに突入すれば大チャンス。さらにさらに、あのアクロバティックヒーロースパイダーマンもパチンコアベンジャーズに参戦。アメコミスーパーヒーロー特有のパワフルでファンタスティックな世界、パチンコアベンジャーズをお楽しみに。出撃せよアベンジャーズ。